岡野俊一郎は、東京都出身のサッカー選手、サッカー指導者。第9代日本サッカー協会会長、企業経営者。学校法人日本体育大学顧問。東京、上野の赤菓子店、岡谷栄線代表取締役。3歳から水泳を始め、4歳ではスキーを履いた。戦前の全国大会である、明治神宮大会に、 水泳50メートル自由型の東京都代表で出場したこともあり、また父親が持っていた店の野球部にも入っていた。岡野はプレイヤーとしての経験は高校、大学での経験しかないが、長年指導者として日本代表に参加した。これについては彼の東大時代の人脈が大いに生きている。当時の日本代表は1960年からの デッドマール・クラマーによる技術指導の影響により一定の技術水準は得ていたが、戦術や敵の情報に関しては不十分であった。しかし、岡野は東京大学在学時の友人に商者勤務の者が大勢おり、海外勤務の友人から海外のサッカーのビデオや雑誌を入手し、敵の戦術解析、モダンサッカーの戦術研究を熱心に行った。 語学が堪能であったため長沼監督下では代表コーチに加えクラマーの通訳という二つの大役をこなしていた。当時の監督の長沼はベンチで隣に岡野を座らせるために選手登録を一名抹消したほどである。クラマーの指導、選手たちの努力もあったが岡野の研究も日本の快挙に大きく貢献したと言える。 当時メダル獲得の期待が全くかけられていなかった。サッカーはメキシコへ派遣できる選手の登録人数を最大20人の登録枠に対し18人に削減されてしまった。これに最も強く反対した一人が当時コーチであった岡野俊一郎であったが JOC の決定は覆せない。そこでメキシコ五輪協会役員からの勧めもあり、 選手が故障した場合を考えて、もしもの時の最後の一人として、選手登録をしたのだった。結果として、コーチでありながら銅メダル獲得という珍しいことになってしまったのである。クラマーとは、クラマーが日本を離れてからも、クラマー本人のみならず、クラマーの実母とも交流を続け、クラマーから、俺とお前はブルーダーなんだと言われていた。岡野もクラマーについて、 彼が来たおかげで人生が変わっちゃった。それは一つも悔いがない。55年の素晴らしい友情だったと僕は思っている。デッドマールには感謝したいと述べている。岡野はサッカー日本代表監督を退任した後、日本サッカー協会理事となり低迷期にあった日本サッカー界を苦心して支える一方、その国内外の豊富な人脈を買われて、 日本オリンピック委員会委員となり、総務主事などを務めた。JOC 総務主事時代に直面した1980年、モスクワオリンピックでの日本の不参加問題では、大会への参加の是非を問う1980年5月24日の JOC 総会において、加盟競技団体代表者による採決を実施した際に、岡野は、 JOC 委員長の柴田勝次と共に参加せずに、成り行きを見守っていたという。JOC が日本体育協会の参加団体から独立し、財団法人化された時には、JOC 専務理事として会長の堤義明を補佐した。1981年11月に、1985年ユニバーシアード神戸大会が決まると、日本サッカーにとって、 大学サッカーは重要との考えから来日していた当時世界のスポーツ界に強い影響力を持っていた友人のホルスト・ダスラーにユニバーシアード神戸大会からサッカーを正式競技にするため助力を頼んだ。するとホルスト・ダスラーはニューヨークにいたこれまた岡野の友人でもある国際大学スポーツ連盟会長のプリモネビオロに電話をかけ岡野に取り継いだ。 岡野の依頼を承諾したネビオロ・ファイス会長はファイス実行委員会から最初反対を受けたがネビオロ・ファイス会長が強引に規約を改正してユニバーシアード神戸大会からサッカー競技を正式競技にした。以後現在もサッカーはユニバーシアードの正式競技となっている。1990年には国際オリンピック委員会委員に就任し、 1998年の長野冬季オリンピック招致、そして開催成功に IOC 委員として携わり、その後は IOC プログラム委員会の委員を務めていた。IOC 委員は、現在の IOC 規則では、任期8年、70歳定年であるが、岡野は1990年の旧規則時の委員就任であるため定年は79歳だった。 定年となった2011年に退任し、以後は名誉委員となった。岡野は1998年に日本サッカー協会会長になるが、前任会長だった長沼も国際的活動がメインであった。岡野の負担を増やしたくないと思うんばかり、自分の公認には当初は川淵三郎を考えたものの、川淵が辞退したため、岡野に会長就任を要請した。 岡野も当初は、協会会長と IOC 委員を両立できるか、悩んだが、協会会長を引き受け、2002FIFA ワールドカップを成功させることになった。岡野は、JFA 会長を一気で退任して、川淵に後を譲って、JFA 名誉会長、最高顧問を、歴任。2003年には、日本サッカーミュージアム初代館長に就任。また、 東京都文京区の教育委員や学校法人日本体育大学の顧問、全国ラジオ体操連盟会長を務め、青少年健全育成や国民健康増進などの分野でも活躍した。2012年にはサッカー界から初となる文化功労者となった。ありがとうございます。